皆さん、こんにちは。頭の中がお花畑、早く人間になりたいよ。こんにちは、西野みゆです。今日もミイラジへようこそ。今日も本当に一日お疲れ様です。このラジオでは、心をふっと軽くして、穏やかな心へと誘う時間をお届けします。いつもですね、夜のおやすみレイディオとして挨拶をしてきたんですけど、視聴していただく皆さんの時間を見るとですね、夜聞いてくださっている方もいるんですけど、朝、聞いてくださっている方々もたくさんいてですね、ちょっと癒しというところで共通してるんですけど、挨拶をお休みだけではない方がいいのかななんてね、思ったりもしています。今日のテーマはですね、無駄に見える時間こそ心の豊かさを育む。そんな内容です。皆さん、日々どうですか？いろいろなことに追われていませんか？私は追われてます。本当にね、もう私のラジオのテーマは自分を題材にしていますからね。この焦ってね、効率とかばっかり求めてしまう。その中で失っているものがたくさんあるなぁと感じるわけです。最近こうやってスマートフォンとか情報とかでね、いろいろなものがもうたくさん溢れてますよね。で、自分で考える間もなくおすすめとか関連とかいう感じで情報がどんどん動画とかあるいはインスタグラムとかで流れてくると、本当にね、自分で考えて行動するっていうことが減ってきてるなということを、常に感じています。それに加えてですね、いろいろな情報の中に、とにかくタイムパフォーマンス、タイパっていうんですかあとコストパフォーマンスがいい。ね、こんな風に効率が良いっていうことが、素晴らしい選択であるかのように、みんなが捉えているっていうところに時々疑問を感じたりもしています。私自身も、それは効率よくやった方がいいんだろうし、コスパがいい方がいいしと思うこともあるんですけど、そんなに急いで何を捉えようとしているのかなって思うと、何も考えないでただ流されて忙しいだけなんじゃないか、そんな風にね、感じたりします。こんな風に日々効率とか成果を追い求めていると、つい無駄と感じることを避けたくなるかもしれないと思います。でも心理学的には、そうした一見無駄と思えるような時間が私たちの心の深みとか豊かさを作る大切な要素であると言われているんです。なんかみんなね、やり手みたいな感じだったり、ビジネスチックに、手早く済ませるみたいのは、なんだかちょっと寂しい気もしますよね。そんなところで、今ちょっと無駄かなと思っている時間を一緒に共有しましょうか。まず深呼吸から始めましょう。さあ、鼻からゆっくり息を吸って、口から静かに吐き出します。肩の力を抜いて、今の疲れをふっと手放してくださいね。それでは、無駄が心に与える影響を心理学的に捉えていきたいと思います。心理学では、目的のない時間とか遊びが心の健康に与える影響について多くの研究がなされています。ここではいくつかの重要なポイントをご紹介します。この言葉をご存知でしょうか？マインドワンダリング。マインドワンダリングと創造性についてお話しします。私たちの脳は何も考えないように見える時でも活発に動いています。この状態はマインドワンダリングと呼ばれ、自由に思考が飛び回っている時間なんです。何か目的に向かっているわけじゃなくて、脳が本当に自由にいろんなことを考えている、飛び回っている状態です。この時間には創造的なアイデアとか、日常では気づけなかった問題の解決策が生まれることがあるんです。無駄に見える時間が実は新しい発見の源泉となるんです。それから私のマインドフルネスの、Kindle 本でも書いてあるんですけど、デフォルトモードネットワーク DMN と言いますけど、この何もせずにぼんやり過ごしている時、脳はデフォルトモードネットワークという状態になっているんです。あなたの脳も私の脳もです。こういった時、私たちの脳は過去の出来事を整理して、そして未来を想像し、自分自身の感情を見つめ直す作業をしています。つまり、無駄に見える時間が心を整え、自己理解を深める大切な時間なんです。それから遊び心が生む豊かさもありますね。遊びや趣味など結果を求めない行動には、心をリラックスさせて幸福感を高める力があります。心理学のフロー理論です。無心に楽しむ活動が心の充実感を育むとされています。フロー状態になったとかね、そんな言葉聞きますよね。スキマスイッチの全力少年という歌をご存知でしょうか。遊ぶこと忘れてたら置いてかれんだというね、ところがあるんですけど、遊ぶこと忘れてたら置いてかれんだ。これね、置いて、年取ってかれるんだっていうところがね、あるんですよね。その後が、ここのところは仕事オンリー、笑えなくなっている。こんな感じで、これはなんかすごく私、この歌詞を聞いて、そうそう、遊ぶことを忘れたら、本当に脳が老いぼれちゃうなってね、感じたんですね。皆さん、遊び心、持っていますでしょうか？趣味とか結果を求めない行動、そういったものをトライする時間、とても重要ですね。それでは、ブッダと弟子の物語、山の風と悟りについてお話ししていきます。ある日、ブッダと弟子たちは険しい山道を登っていました。弟子の一人、アーナンダは焦りながら言いました。師よ、私たちはもっと早く山を越えるべきではありませんか？無駄に立ち止まる時間があるなら、先に進むべきだと思います。ブッダは立ち止まり、弟子たちに風を感じるように促しました。この風を感じてごらん。立ち止まらなければ、この風が教えてくれる涼しさや山の香りに気づくことはできない。山を越えることだけが目的なら、私たちは道中にあるすべての豊かさを見逃してしまう。弟子たちはしばらく立ち止まり、風や鳥の声、山の静けさを味わいました。その後、旅を再開すると、不思議と心が軽くなり、足取りが軽くなっているのに気づいたのです。それでは、踊る小川の秘密のお話をします。昔々、ある村のそばを流れる小川がありました。その小川は蛇行し、あちこちでぐるぐると回るように流れていました。村人たちは、まっすぐ流れれば、もっと早くたくさんの水を運べるのに、と言っていました。ある日、村人の一人が小川に訪ねました。なぜ君はこんなに無駄に回り道をするんだい？すると小川は静かに答えました。私が蛇行し、ゆっくり流れることで、魚たちが住み、木々が潤い、村に命を与えているんだよ。もし私が効率を優先してまっすぐ流れたら、豊かさは失われてしまうだろう。村人はその答えを聞き、初めて小川の曲がりくねった道がどれほど美しいかに気づきました。今日のお話いかがでしたでしょうか？効率や合理性を求めることも大事ですが、それだけでは人生の豊かさを見失ってしまいます。無駄に思える時間や行動を楽しむことで、心はゆっくりと深まり、あなたらしい豊かさが育まれるのです。今日も頑張っているご自身をそっとねぎらいながら、ゆっくりする時間をぜひ作ってくださいね。それではまたお会いしましょう。